せーの、本日のよろっこ。コロナに勝つぞ。プレイボール。よろっこ。やっぱ一番すごいと思ったのは大谷選手なんだけど、あのセーフティーバントよね。ものの見事でしたね。あそこで普通します？いや、あのさ、はい、冷静に考えてされた後よ。でも俺たちがずっとやった時には必ず足の速いバッターとかそういうんだったら、まあ、あの守備位置は別個室ね。王さんがセーフティーするとしちゃうからね。そうですね、うん、王シフトの中で。そうですよね。王さんがセーフティーだったらわーってなるからね。わーってなるからね。もう驚きですよね、うん、王さんがあのサードがバントするのもんやから。そうですよね。でも大谷君見た時に、うん、あの子って、うん、あの子ったらおかしいけど、うん、あの選手って1番から8番までずっと持ってるんよね。大谷選手の中でどこ打ってもいい選手ない。そうですね。まあ8番ったら別個ですよ。まあ別個ですよ、はい、まあ、でも8番まで DH やったら9番まで全部持ってる素質を持ってる子ない。要は1番に入ったらああいうこともできる。できる。で3番入ったら3番のバッティングができる。4番入って4番のバッティングができる。そうですね。だからそれをやっぱすごいのは状況判断で、要はそのプライドとかなんか言ってたやん。でも勝つってことを計算していくと、その前にセンター前抜けのヒット取られたやん。あ、取られましたね。あれないな。大谷シフトでね。シフトで、はい。でそれを考えた時にずっと頭の中で計算したと思うよ。あ、なるほど。今のこういう状況、ジャパンがこういう状況で点を取りたいで、その時もノーアウト1、2塁があったやん、はいはい、で点入んなかったやん、はいはい、ますで、そういうちょっと流れは嫌な気持ち悪いながらだよね、うん、あれ、うんうん、で、そういう中で点を取りたいって時に、うん、頭の中でこう計算した時に、あ、ここにセーフティーバントを食らわしたらヒットになるとか、うん、チャンスが広がるとか、はいはい、で、そういう状況と野球の動きを全部見れる選手よね、はい、うん、確かにですね。二刀流っていうとこじゃないもんね。いや走るし、セーフティーだ。考えたらさ、走れる選手や。走れる選手です。走れる選手だ。走れる選手です。長距離も打てる。あそこでイタリア戦です、はい、イタリアのバッテリーバントあるよって言ったらすごいけどね。いや、すごいですけどさすがにですね。でもあのシフトはやっぱりこうなかなか今見ないじゃないですか。あ、今度メジャー禁止やろ。あ、そうですか。今度メジャーがシフト禁止になる、うんうん、いや、定位置かあのあれが決まるんや。あ、なるほど。動いちゃいけなくなるんや。だから普通の野球に戻りましょうっていう形で、だから極端なシフトは引けなくなる。おお、なるほど、うん、もう極端でしたね。日本ではなかなか見ることないシフトですよね。だからあれやったのは広島カープやからね。一番最初に大シフトって引いて、俺もセカンドの後ろいたからね。本当ですか。いた。どうさん流すことないんだもん。それでも意地で引っ張ってくるんですね。うん、その上を行ってたからね下じゃなくて上行ってた。捕まえることほとんどないんだよ。なるほど、はい、すごいっすよね。で、そういうシフトを引いたり、それでだんだんアメリカにも行ったやん、うんうん、で、一番最初カープない。そういう面ではカープって結構早かったやん。あ、やっぱすごいっすね。だから、あの大谷シフトって見れるメジャーじゃ見れなくなるからね。あ、メジャー禁止になる、はい、すごい鬼やな、あの大谷選手って。ああやってこう、かわいい顔して、はいはい、めくったら鬼やで、野球の。そうですね。うん。を見てて、うわ、大谷選手ってこの子鬼やなと思ったね。要は勝つことに関して、どういう計算したら勝てるかって、はいはい、自分をやっぱ抑えて、うん、絶対こうやったら勝てる一発勝負だからっていうのを全部踏まえて野球やってるもんな。すごい。で、自分の持ってる最大限のパフォーマンスをできるようなことを、ちゃんと分かってる。あれがイチロー選手だったら相手はセーフティーバントあるよとか言うからね。なりますね。なる。大谷選手だけならないですもん。ヌートバー選手もあるよね、うんうん、で近藤選手はない、吉田正尚選手もない、うん、村上選手もない、岡本選手もないってなるな、はい、で面白いのは大谷時代でも衣笠幸男さん取って、はいはい、もう亡くなったけど、はい、ツアーサードであの人5番かなんか打ってたかな、セーフティーバントしたからね。ホームランバッターですよね。うん分番層やからね。で、セーフティーバントして点取ったからね。その状況判断で。でも、そうやって考えると野球って、すごいそういう細かい動きが見れる選手が強いわけよ。でも極端に言って、はい、こう本当に守備位置が後ろで、はい、この連中がセーフしたら、相手チーム、おったまげるよね。おったまげますね、うん。結構セーフになるじゃないですか。なると思う。ね、おーいって。ただセーフティーがうまいとは思わないけど。そうね、確かに。はい。いや、でもあの気づいたんですよ。大谷選手やっぱりセーフティーすると左足出しましたね。
左足前に吉彦さんのスタイルと一緒でしたよ。あ、でももうちょい遅れてるけどね。まあまあ、それ、うん、はい、でも背負ってする選手じゃないからね。あれで完璧に選手にコーンってされたら、おいってなる。だってほら、辰川さんが言ってたじゃないですか、大谷君のバッティングフォームは吉彦さんを真似たって。あ、ステップは一緒。真似たよ。ステップバットの位置が一緒だ。ステップ一緒で、俺は5メートル先打ってる。ひどいやろ。でも、あのステップが一番長く見れる。先にポッとステップしまうと、はい、こうノーステップだと、要は体の動きの中で、はい、ノーステップっていうと難しくなるに、はいはい、でポッて半歩ぐらいステップするよね。うん、しますします。パッて、はい、あれで1212、はい、ノーが長くなるんで、はい、ノーがですね、うん、ノーが長くなるんで、はい、1球目から打てるバッターない。だからこう足を上げるとかいろんな選手もいるけど、うん、鈴木誠也選手がだんだん足の上がりが小さくなってきてる ね。最初から言われてましたもんね。うん、だからそういう面ではあの打ち方って、うん、1、2、1、2、1、2、ノーってこう引っ張ってしまうんで、うん、こうやってずっとゴム引っ張る形になるんで、うんうん、長いんで、それでこうダウンで入っていくんだけど、はい、俺の場合はそこに行くけど、そこに行くけど抱きつけて走るっていうことですね、はい、大谷選手そこからダウンから入って水平に行って上がってくんで、はい、違いすぎやな。いや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 、つかさんが真面目な顔で、あれは吉彦のバッティングを真似たって言ってね。でも俺日本記録作った時は左側のバッティングない。見たら分かるけど、はいはい、ステップは一緒よ。打球が全く違うけど、まあまあまあ、まあ、全く、まあ、うん、俺の場合はこうボールの内側をグッと潰して5メートル打って、はい、狙ってたんですもんね、5メーター先をですね。そうで、シンカーは、はい、落ちるボールを上叩いて、はい、ボテボテ打つ。それも技術ですね。技術だ。でもだから1球目から打てるよね、はい、うん、ですよね、うん、だから強みはその1球目から打てってのはもうボール長く見れるんで、うん、だからもういつでも対処できる、うん、で野球ってのは1球目って絶対甘いんで、あ、まあそうですね、初球がですね、それを振っていけるって答えが強いで、吉田選手もどっちかというとそっちの系があるよね、うん、あんまりステップはあんまりしないんで、そうですね、ないんで、だから大きい子の方がちょっとしんどい思いをするよね。うん、特に外国人ピッチャー当たると後ろが小さいんで、ただね、そういう打ち方は言えるけど、あと技術的に言ったら分からん、分からないですね。もう今日ね、ちょっと高校野球見たけど、はい、キャッチャーのこともさ、レベルが高すぎやな、スローイングとか、はいはいはい、俺たちの時代は全く違う。もうね、見てたんや今日、はいはいはい、たら走った子がいて、パンパンキャッチャー、はいはい、プロ野球選手見てるみたいな。だからね、はいはい、そのこの携帯もそうだけど、はい、もうそのテレビこういろんなんで情報がやっぱ技術的な情報がどんと上がってるんで、うん、あと体作り方も上がってるんで、そうですよね、もう違うな、俺たち手首ったら、はい、あのダンベルの丸いやつに紐つけてこう、はい、そうですよね、こうやってこう、そうですそうですそうです、こうやってとかですよね、ビール瓶でこうやってとか、そうですよね、で握力はこう砂とかさ、はい、お米、はいはいはい、ほんと良くないんだけど、はい、お米入れてこうやったりとか、 あと1、2、3、4 時代じゃないからね、風呂の中で手振ってみたいとかですね、そうそう、こうやってこうやってとか、もう時代じゃない、そういう面では、はい、ちょっとね、違う世界にいるね、うん、うん、だいぶステップアップしてるってことですよね、もう違う、うん、でもメジャーにだいぶ追いついてきてるんじゃないですか。いや、追いついて、行く選手はほとんどもう、もう、まあ一級品ですもんね、もうメジャー行っても一級品、うん、で、そういう面では。そうですね。うん。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それでは、ゲームセット。次回もよろぴこ。